ビッグバンブレーダーズ。それはベイブレードナンバーワンチームを決める史上空前最大規模の世界大会である。強い絆とブレーダーの名誉をかけて、目指せ最強、勝ち抜けバトル。これはベイブレードに全てをかけた熱きブレーダーたちの物語である。決勝進出おめでとう、ガンガンギャラクシーのみんな。やったな。激アツなバトルだったね。ほっとほっとよ。チーユンたちにもいい刺激になった。ありがとうみんな。ちょっと苦戦しちまったけどな。無理もない。たてがみ京也の打倒銀河にかける執念、並大抵のものではなかったからな。ワイルドファングはこれからどうなるね。そのください、京也さん。俺はどこまでも京也さんと一緒です。だがこれだけははっきりしてるぜ、京也は新たな牙を研いで必ずまた俺の前に現れる。その日のために俺ももっともっと頑張らなきゃな。今度はビッグバンブレーダーズの優勝者としてあいつを迎え撃ってやら。チェ、何言ってんだか。あ、ビッグバンブレーダーズに優勝するのはチーユンたちワンフュージョンだ。打倒銀河、いや打倒ガンガンギャラクシーにかけているのは俺たちも同じだということを忘れるな。そのために敗者復活戦を勝ち上がってきたんだからな。本当にワイルドカードに出てくるなんてやっぱすげえよ。みんなもいよいよ準決勝ね。相手はユーロ代表エクスカリバーか。でもあいつら超強いよ。負けちゃうんじゃない？ちょっと言う。いや構わない、エクスカリバーの強さは本物だ。簡単には勝てないだろう。だが俺たちは約束した、お前たちと決勝で戦い、そして勝つと。だからチーユンたちは負けない。エクスカリバーを破って決勝でガンガンギャラクシーにベンジャミンで。ベンジャミンって誰だよ。それを言うならリベンジだろ。そうそう、リベンジね。ま、というわけだ。結果を楽しみにな。ああ。私たちも会場へ行って応援したかったんだけど。ここからフランスに届くほどでっかい声で応援してやるぜ。ありがとう、友よ。じゃあ決勝でね。決勝で。決勝か。それまでに翼が元気になるといいんだけどね。翼。
ったく、心配したぜ。でも、よかったわ。一時はどうなることかと思ったよ。それよりやったな。ワイルドファングに勝ったんだって。おお、俺の活躍のおかげだ。おい、なんてな。翼と優が繋いでくれたおかげだぜ。すまないな。大切な決勝前にこんな。気にすんなって。翼は決勝戦までゆっくり休んでろ。もう大丈夫なんだろ。ああ。みんな揃って決勝に行こうぜ。ありがとう。で、決勝の相手は決まったのか？まだよ。でも、きっとワンフージョンよ。エクスカリバーに勝てるかな？またそんなこと言って。だって本当のことじゃん。言ってばもう。あ、どうした？どこ見てるんだ？こっちだこっち。本当にみんなと一緒に決勝に行けると思ってるのか？どうした？ねえ翼、先生を呼んでくる。熱い、胸が焼けるようだ。しっかりしろ翼。翼。お前は俺だ。さあこっちへ来いよ。お前は俺に身を委ねろ。そうすれば楽になれるぜ。黙れ。翼、一体どうしたっけだ。しっかりしろ翼。やはりそうなのか。大変です、本部長。翼。あ、父さん、本部長。みんなに話さなければならないことがある。みんな、まずはこれを見てくれ。これは、ギンギンと龍河のバトルブレーダーズ決勝戦だ。あの時龍河はエルドラゴの持つ暗黒の力に支配され暴走した。そしてこれが先日の翼のバトルだ。ふざけるな！翼。みんなこれを見てどう思う？ああ、これはなんだ、そっくりじゃねえか。どういうことだ父さん。やっぱり翼には。そうだ、暗黒の力が宿っている。バトルブレーダーズで龍河と戦ったのは銀河だけではない。あれは確か、バトルブレーダーズ準々決勝第4試合、荒鷲のブレーダー大鳥翼選手と多別の竜王龍河選手が激突だ。メタルウィングスマッシュ！ついに大鳥翼選手の必殺戦技が炸裂！これは勝負あったか！ふう、竜王がこれ式のことでやられるか。アクイナ！
仕上げだ。貴様は無謀にも俺に挑んでしまった己の愚かさを地獄で後悔するがいい。翼はあの時にエルドラゴの暗黒の力に汚染されていたんだ。翼。エルドラゴの暗黒の力。大丈夫か？落ち着け、ヒカル君。はい。みんなも知っているように、エルドラゴの持つ暗黒の力は恐るべきものだ。そしてその力に汚染された翼は、きっとまた暗黒のパワーを暴走させてしまうだろう。したがって、翼はチームから外す。え？そんな！翼の中で暗黒の力はどんどん増大していっている。このままでは翼も周りのみんなもいつ危険にさらされるかわからない。けどここまで一緒に戦ってきた仲間なんだぞ。今更そりゃないぜ。最後まで一緒に戦わせてください。そうだよ、ここでリタイアなんてあんまりだよ。ダメだと言っているんだ。本部長。天道優、翼の代わりにレギュラーとして戦ってくれ。頼んだぞ。優。嫌だ。優。翼を外さないで。翼の代わりにレギュラーだなんてそんなの嫌だよ。一緒に行かせてあげて。しかし。お願い。ダメだ。お願いだよ。諦めてくれ。そう。だったら僕も外れる。ユウ、何言ってんだ。ふん、だって翼がいなくなってガサツなギンギンと正宗だけ残るなんて嫌だもんね。誰がガサツだ。とにかく僕も外れるよ。ダメだダメだダメだ。諦めてよね、ユウ。ふん。なあ父さん、頼む、考え直してくれよ。お願いします。ユウがいなくなってもいいのかよ。大切な仲間なんです。本部長。お前たち、ブレーダーの魂でしっかりと結ばれているんだな。当たり前だぜ。分かった。引き続き WBBA の総力を挙げて解決策を探そう。はあ、父さん。だが問題はそう簡単ではない。暗黒の力についてはまだ何も解明されていないからな。暗黒の力。龍河だ。え？エルドラゴのせいで暗黒の力に汚染されたのなら、龍河を見つけてエルドラゴを調べればいいんだよ。エルドラゴか。なるほど。ボンジュール。まもなくビッグバンブレーダーズ3回戦の始まりだ。勝ったチームが A ブロック決勝に進出して、日本代表ガンガンギャラクシーと激突するぞ。さあ、決勝進出をかけて戦う両チームの入場だ。まずは中国代表ワンフージョン。一度は日本代表に敗れたものの、敗者復活を破竹の勢いで勝ち上がり、ワイルドカードに名乗りを上げた。その中国4000年の力は本物だ。リーダーのダーシャン、チーヨン、メイメイ、チャウシン選手だ。そしてもう一チームは、我らがユーロ代表、エクスカーリバー。ベイブレード皇帝、リーダーのシーザー選手を筆頭に、ウェルズとソフィー、サブメンバーのゲオルグ選手も第2試合に出場するぞ。お待ちかねの第1試合は、ウェルズ選手、ソフィー選手が出場するタッグ
ングバトルだ。さあこのキャーイのケトスタッグと戦うのは。チャウシン、レイメン、頼むぞ。はい、任せろ。やっと世界大会でバトれるね。あたし萌え萌えよ。はあ、萌え萌えバーリング。ああ、そういう意味ね。ワンフージョンからはチャウシン選手とメイメイ選手が登場だ。グランドケトス、すべての攻撃を跳ね返し飲み込む、シーザーの双璧と呼ばれている二人だな。強敵ね。だけどチームワークなら俺たちだって負けねって。散々好き勝手やってた人がよく言うね。とにかく勝つのは私たちよ。はあ、決勝行って銀河や正宗にきっちり借りを返さねえとな。さあ行くね、チャーシー。あ、おう。ソフィー、進軍開始だ。ええ、シーザーの皇帝への道を。では行くぞ。ついに戦いの火蓋が切って落とされた。トハビアン、いけアクアリオン。ウエルス離れるな。回り込め。なんというコンビネーション。もう一度。まるでジャグリング、いや雑技団のようだ。ケトス、メイメイ選手とチャウシン選手のコンビネーションがウェルク選手とソフィン選手を翻弄。これが中学4千年の力か。アクアリオ鳳凰騎乗。リルゴ旋風清流弾、跳ね返せケトス。渦潮、ケトスが攻撃を跳ね返そう。やはりシーザーの双璧の名は伊達じゃない。くそ、さすが守りは超勝てな。チャウシン、コンビネーションで。よっしゃ、いくよ。アクアリオン再びコンビネーション。必殺戦技アクアリオン、中国4000年のビッグウェーブ。なん、ケトスが4番目いった。もらったぜ必殺戦技ビルゴ増用ダウン戦艦。ビルゴの高速連続攻撃だ。ケトス、このままではまずいぞ。よし、それでいい、この勝負もらった。うん、シーザー、なぜそんなに冷静でいられる。もう一度だ、決めるぞ。はい、ビッグウェーブ増用ダウジエンゴン。再び必殺天気だ。これは決まってしまうのか。すぐに終わらせてしまっては観客も楽しめないだろうと思ったが、これでは逆に退屈するな。お遊びはここまでだ。ウェルズ、ソギーやれ。ケトス、私たちに比べればお前の起こす波などさざ波同然。渦だけ白きケトス。マジかよ、ビルゴ、こらえろ。天に舞え、青きケトス。必殺天技ケトス、グランフリート。必殺天技ケトス、グランディクトワール。
合体必殺戦技テタス・グランデンカリオン。アクアリオン、ビルゴー、我らがデウカリオンからは逃れる術はない。どうなった。負けたね。ハイビアン。第一試合の勝者はエクスカリバーのウェールズ&サーフィン。シーザーの皇帝への道の邪魔はさせない。負けたか。だがまだだ。俺たちは勝つ。銀河たちが待っている。頼んだぞチーユン。任せろチーユン、必ず勝つ。勝つだと、うん、甘い夢は捨てることだ。我がエクスカリバーの勝利は揺るがぬ。ベイは回されたのだ。さあ興奮冷めやらぬ中、次はいよいよゲオルグ選手のターンじゃった。シルブプラハイ。数えきれない声、空に鳴り響く大空を越えてゆけ。流した涙を忘れはしないよ。一歩一歩前に進むのは君がそばにいるから。歓声の中目を開き君を想う。流した涙のことを恐れずに力強く走ってゆく、oh yeah、決戦の笛が今空に鳴り響くさ。俺たちが最高のゲームにしよう。何度も何度でも夢を見てゆこう。それぞれが叶えていく大空を越えてゆけ。ついにその謎のベールを脱いだエクスカリバー最後の一人、ゲオルグか。見るからにパワーのありそうなやつだけど、このままやられるワンフュージョンじゃないぜ。行けチーユン、エクスカリバーにベイリンズの絆の深さを見せてやれ。決勝で俺たちが待ってるぜ。次回破壊の斧にゴー。